ジブリール・シセは、フランスアルル出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションは FW。イスラム教徒の両親に生まれたが、後に、キリスト教に改修した。1989年、地元のチーム AC アルル・アビニョンにて8歳の時、サッカーを本格的に始める。1996年にニームオリンピックを経て、アージオセールのユースチームに所属。 二年後の1998年にプロデビューを果たした。2001から02シーズンに22ゴールを挙げ初のリーグアン得点王に輝く。翌2002から03シーズンは得点王を逃すものの2003から04シーズンに26ゴールで得点王に返り咲き、チームの UEFA カップ出場権獲得に貢献した。2004年7月1日。 かねてから移籍が噂されていたイングランドのリバプール FC に移籍した。移籍直後はプレミアリーグ独特のスピーディかつワグレッシブなゲーム展開、そしてラファエル・ベニテス監督の唱えるサッカーにもなかなか馴染めず、スタメンから遠ざかる日々が続いた。さらに12月には、もしピッチ上で適切な応急処置が行われていなかったら、 再起不能だったとまで言われたほどのひどい怪我を負うなど苦難続きだったが、怪我の言えた2005から06シーズンからは徐々に本来の実力を発揮しつつあった。しかし、2006年 W 杯ドイツ大会開幕を直前に控えた中国との親善試合で再び骨折し、本大会への出場はできなかった。2006年7月13日、オリンピックマルセイユにレンタル移籍して、 母国復帰。2007年7月8日にマルセイユと5年契約を結んだ。遺跡金は600万ポンド。2008年8月5日にサンダーランド AFC へのレンタル遺跡が決定し、サイドイングランドへ。サンダーランドでは35試合に出場し10得点を上げる活躍を見せた。2009年7月26日、移籍金800万ユーロの4年契約で、 ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC へと移籍した。初年度からリーグ戦23得点を挙げて得点王を獲得。チームの2冠達成に大きく貢献した。この活躍により一時は遠ざかっていたフランス代表にも復帰し、2010フィーファワールドカップのメンバーにも選出されたが、チームは一生もできずグループリーグ敗退に終わった。2010年冬、 人種差別を受けていることを理由に、今シーズン限りでパナしないコスを対談する意向を明らかにした。2011年7月12日、遺跡金580万ユーロの4年契約で、イタリアの SS ラッツィオに遺跡。地震初となるセリエ A 挑戦だったが、左右のウィングで使われることが多く開幕戦の1ゴールに止まった。二千十二年一月十一日にクイーンズパーク、 レンジャーズ FC へ2年半契約で移籍。サンドイングランドでプレーすることになった。ハーフシーズンで2度のレッドカードで合計7試合に出場できなかったが8試合で6ゴールを挙げる活躍で結果的に QPR を残留に導いた。2013年7月3日、ロシアプレミアリーグの FC9 番クラスのダールへ完全移籍。 契約期間は1年プラス1年の延長オプション付き。2014年1月1日、SC バスティアンに移籍し、5年半ぶりにリーグアンに復帰した。2014から2015シーズン終了後に退団。2015年6月、レユニオンプレミアリーグのサンピエロと9月からの1ヶ月契約を結んだ後、同年10月19日に現役引退を発表した。ABC 30歳の迎え方。スポーツ日本。2013年9月6日閲覧。http://news.bbc.co.uk スラッシュ sport2 スラッシュカーイスラッシュフットボールスラッシュチームスラッシュ L スラッシュ1プールスラッシュ6254338ドット stm 閲覧。 2008年9月6日、http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ s p o r t にスラッシュハーイスラッシュフットボールスラッシュチームツスラッシュエススラッシュサンダーランドスラッシュ7572431 stms ラン2008年9月6日、元フランス代表 fw 施設、人種差別を受け遺跡へ、ハット QPR 対談の d 施設、 ロシアの区番に、加入決定ゴールドトコム2013年7月4日、シセが、バスティアへ、移籍、5年半ぶりの母国復帰に、野心ある、サッカーキング2014年1月2日フッツ代表、シセ、ホンダ、あいつは俺よりモテるな。現代ビジネス2014年11月22日閲覧、ジブリルシセ、元同僚への強括容疑で逮捕、原因は、セックステープか。 サッカーキング2015年10月13日、元フランス代表 FW 引退後はコンサート DJ に、マラヤ・キャリーとも共演フットボールチャンネル2016年4月25日、Facebook。ありがとうございます。